放課後のときめきで一番人気の高い参加者といえば、真っ先にキム・ユヨンの名前が挙げられると思います。今日は天才肌でありながら努力家のキム・ユヨンについて詳しく見てみたいと思います。キム・ユヨンは放送前に公開された自己紹介映像での清純なイメージが話題になりました。放課後のときめきがここまで話題になったのも、放送序盤の彼女の活躍によるものだという評価です。入学試験ではソンミのカシナのカバーステージでベストを尽くしましたが、審査員からは酷評を受け、脱落の危機にさらされることになりました。しかし実はキム・ユヨンの酷評には訳がありました。幼い頃からの彼女の夢はアイドルになることだったそうですが、両親の反対で大学に進学することになりました。しかしアイドルへの夢を諦めきれず、今回オーディションへの挑戦を決心したそうです。ところがギリギリでの参加決定だったため、練習時間がとても足りなかったようです。幸いもともと40人の合格者枠が突然64人に変更されたため、キム・ユヨンのスター性を見抜いた審査員のチョン・ソヨンにより追加合格者に選ばれ、入学試験に合格することになりました。しかし番組序盤では最弱と呼ばれるなど評価が低かったです。その後彼女は集中トレーニングに取り組み、またチームメイトに支えながら練習に没頭し、日々成長していき、皆の予想とは裏腹に常に上位にランクするようになりました。そして先日行われた暫定デビュー組の選抜戦では、なんと720点を獲得し、4年生で2位、全体では3位にランクインしました。また彼女のステージは YouTube 再生回数1位を記録し、一躍最弱参加者から強力なデビュー組の候補として躍り出ました。このままでいけばキム・ユヨンのデビューは確実とされています。両親の希望通り一旦名門大学に進学しましたが、自分の夢を諦めず挑戦の道を選んだキム・ユヨン、デビューを目の前にしている彼女の活躍にこれから大注目です。